皆さんこんにちは、メディアウォッチャーの笠子と申します。京都祇園で舞妓パパラッチオーバーツーリズム問題で撮影禁止っていう立て札がいっぱい立ってたんですけど、ついにはですね、立ち入り禁止という立て札を立てるということで、本当にバカなんじゃないかと思います。舞妓さんを外国人は撮りたいわけですよ。それを撮影禁止とか立ち入り禁止にするんじゃなくて、撮りたいんだったら撮るスポットを作って金を取ればいいんですよ。本当にバカですよね。観光客として外国人として舞妓さんを写真撮りたいわけじゃないですか。それを禁止だの立ち入り禁止だのしたところで、撮りたいっていう欲求は変わらないわけじゃないですか。ニーズがあるんだから、それをもとにですね、金を取ればいいわけですよ。もう特に、今私ヨーロッパにいますけれども、もう物価がめちゃめちゃ違うわけですよ。もういくらでもね、彼らは払いますので、ぜひですね、外国人に金を取って、撮影スポットをですね作って、祇園の、ね、舞妓さんをと一緒に撮るのをね、一緒に撮るの2万円とか、ね、舞妓さん撮るの1時間3万円とか金取ればいいじゃないですか。本当に、ね、アホだなというふうに思います。